競技を通して自分自体がすごい成熟した感じというか、自分に自信が持てるようになって嫉妬心がなくなったっていう、そこが一番大きい。怖がらずにどんどん、あのトレーニングした方がいいと思います。あ、いいですね。怖がらずにトレーニングしてください。そう、さあここまで来るにあたり、いろんなことがあったと思いますが、はい、人生の分岐点とかターニングポイントとかね、あのこの人がいなかったら今の私いないなみたいな、そんな思いであります？この人がいなかったら、うん、あでもまあお父さんかな、やっぱ。お、私お父さん本当に大きい存在で、私人生で今まで、スペイン留学行くとか、なんか人生のすべて進学のこととかも全部お父さんに相談して決めてたんですよ。お父さん子だったってこと？お父さん子です、めちゃめちゃ。私お父さんと同じ顔してるんですけど、うんうんうん、本当にお父さん子で3人兄弟の末っ子なんで、私本当に親に本当にいろんな意見を聞いて生きてきたタイプで、あのだからいろんなこと決めるときも絶対親に相談して、親が OK と思ったんだったら絶対大丈夫だって信じるタイプだから、結婚相手とかもこの人でいいかなって言って、親がいいって思ったら大丈夫かなって思ったぐらい。ああそうなんだ。そうだから、今までの付き合った人とかもそうでしたね、彼氏とかも、うん、この人大丈夫、まあいいんじゃない、あじゃあ大丈夫かなって。ダメって言われたことはあるんですか？あります。あだからそしたら別れてましたなんかそうそうそう、それぐらいだ、絶大なる信頼を置いてて親。今 MC も撮影チームも時止まったよ 今みんな目が丸になってました。メンズしかいないからそこで決まるのみたいな恐怖感はあったよねそう、うん、なんかまあでもそのちゃんと見た目とかじゃなくて、ちゃんと会って喋った上で、いろいろ何回か会ってる上で、やっぱりあの人は違うんじゃないとかなったら、そこでやっぱ考えますよね。やっぱそれで結局別れましたもん。お父さんがターニングポイント、まあ、キーパーソンっていうところからね。そうで、まあ、競技も、うん、あのお父さんが結構そのやっぱり、いや来年もやった方がいいよとか、そういうのすごい言ってくれ、言って私で、なんかやっぱ親がそうやって、親って反対しそうじゃないですか、やっぱ体も大変そうだし、うんうん、だけどそういう親がやっぱり、あのお父さんがやっぱそこでやっぱりちゃんと自分が納得いくまではやり続けた方がいいよって言ってくれたっていうのはすごい大きくて、だからそれで迷いなくどんどん次に進めて、やっぱ3連覇まで行ったっていうのもあるんで、うんうんうん、この競技もそうだし、人生すべてでやっぱお父さん、まあ、お母さんもそうですけど、うん、まあ、メインはお父さんかなっていう、うん、だからまあそういうお父さんがやっぱいなくなっちゃったっていうシーズンがやっぱ本当に辛くて、そう、そこに繋がってきちゃう感じですね、うん、だからなんか自分の精神的支柱がなくなっちゃった感じ、精神的に常に支え合いがだったんで、本当にそれが、だそれが急にポキッと なんかなくなっちゃって、空っぽになっちゃってっていう感じでしたね。相当それはね、あの、まあ、もちろん乗り越える乗り越えないの話じゃないけど、あのその時の分かるっすよ俺も、やっぱ自分の精神的支柱ってあるじゃないですか、ありますね、別にそれはお父さん、家族でも恋人でも、まあ、友達でもビジネスパートナーでも、はい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 、ありますあります。それがね、あのこうポキッといなくなるって言った時の不安とこうね、どうしたらいいんだろうっていう、そうですね、でもこれで去年あの活躍を見せたあなたは強いですよ。いやでもそれはでも自信になりましたね、逆に。私あんだけの辛かった時期があって今があるけど、ちゃんと周りの期待に応えられた安心感と、あと自分がここまでできた、やり遂げられた自分をちょっと褒めてあげたいっていうのもありましたね、やっと初めて。すごい価値じゃないかな、去年の。あ、そうですね。だから本当に、あの、競技を通して、なんか自分自体がすごい成熟した感じっていうか、あのやっぱ人生でこんなに苦しいことあんのかなっていうことがやっぱりあったから、それをやっぱ乗り越えられたっていうところがやっぱ大きかったかも。そうだよね、すごいわ、これが本当の価値だね自分のやることへの結果よりも、さあそしてライフスタイルでちょっとリラックスしていこうかな。美ボディを手に入れて良かったこと、変わったこと、こんないい話の後にこれ聞けますかっていうような感じ美ボディを手に入れて良かったこと、うんうんうん、変わったこと、いやでもやっぱ自分に自信が持てるようになって、それこそ本当にだから嫉妬心がなくなったっていう、そこが一番大きい。大きいよね。私結構多分嫉妬し、例えばあのそれこそ恋愛で言ったら、なんか付き合ってる人とかのなんか女の子と会うとか、そういうのすんごい嫌だったんですよ。なんかメールしてたりしたら、なんか何してんだろうとか、っていうタイプだったんですよ、どっちかというと。マジ今何も気にならないっていうか、
自分に自信があるからなんか他の子と自分を比べなくなったから、うんうん、そういう女性同士のなんか特有のなんかああいうのそういう気持ちがなくなって、うんうん、超ストレスがない。あすごいねっていうのはあります。そまあ それすごいね。そうそれ、うん、結構それって女の人って結構あるんじゃないかなと思うんですよね。女の人はメンズよりも多分強い、まあ、もちろんメンズでも強い人いるけど、うん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 、でメンズっていうのは割とこう年わかんない年を取れば取るほど僕がそうなんですけど年を取れば取るほど、うん、本当相手に対して超寛容になってしまう、うん、寛容すぎるぐらい寛容になって はいはい、はい、ってしまうっていう風になる感じですよね。要はだからそんな感じだと思います。だから昔だったら例えば今日ちょっと飲み会行ってくる女の子いるのみたいな、あそうそういうのも聞かない感じだったのがもう、うん、あどうぞ行ってらっしゃい行ってらっしゃいみたいな、そう、うんうん、だから心に確かに余裕が持てるようになったっていう感じですかね、うん、どっちかというと最高の精神安定剤ですね。そう本当に楽、全然楽です、うん、そうでまあでも変わったことって言ったら、まあ、やっぱりそのそれを自分の美ボディを武器にやっぱり仕事につながってるっていうところがやっぱりそれでやっぱりお金を稼げるようになったっていうのは一番大きいですかね。完璧すぎる人生だね今のところは。完璧すぎる確かに、うん、今自分で話したらあれ意外と私みたいになってきて。そうなんですよ。ショー TV って実は自分自身の発見につながる場所なんですよ。確かに確かに。すがすがしい気持ちで帰りますね。そうですよ。もうそれが一番もうね、あそれがゴールですか。ショー TV すごい、うん、フィットネスを盛り上げるとかなんかすごい綺麗なこと言ってたけど、うん、そこなんだ。実はゲストが気づいてないところを気づいて帰っていただくというめちゃめちゃいい仕事してるじゃないですか、うん、そうですよ。素晴らしい、ね、野沢さん素晴らしいですよ皆さんご視聴者の皆さん、うん、はい、これあれですよ。もう男子ファンはショー TV チャンネル登録だからね。そうですね、ためになりますよこれ多分みんな発見して帰ってくるもんね。発見して帰りますよまあでもこう、まあ、それはね、こう男子さんがこう本当ハッピーライフを過ごしてる中でやっぱり女性がこう筋トレに対して、はいはい、抱きがちななんかちょっと偏見というか実はそれ違うんだよってことで一番多いことって何ですか。でも一番多いのあれじゃないですか、筋肉つきすぎるの嫌だじゃないですか。あもうなんかトレーニングしたらやっぱ筋肉つきすぎるの嫌だからなんかこうなんか頻度とか強度とかをやっぱ怖がっちゃうっていう人が多いかな、うん、やっぱ未だに、うん、ちなみにその意見に対してはどう回答しますか。私はいつも言うのは、うん、私は必死に筋肉を大きくしようとして頑張ってがむしゃらにやってこの程度ですって言ってます。あなるほどね、うん、筋肉をめちゃめちゃ肩をじゃあすごい大きくしようとして私は一生懸命ダンベル分回してもこの程度ですって言ってますいつも。うまいんだけどねいやでもなんか着やせってか普通じゃないですか。でも着てたら服とかこれね女性は特に下半身の形に出る、はいはいはい、あやっぱり痩せててモデルさんみたいな人でもうトレーニングしてない体って分かっちゃうんですよね、うんうん、あ分かっちゃいますね、うんうん、分かる。そうだからより男子選手のような方が増えて、トレーニングをすることの素敵さ、うんうん、でトレーニングをした細い体の良さっていうのがすごいこうやっと一般にも浸透してきたのかなっていうところがあって、でまさに本当にテレビでをショルダープレスでおりゃーってやってたじゃないですか、うん、あのレベルでやってもやっぱり別にメンズみたいにゴリゴリにはならないわけですから、なので普通にトレーニング、うん、それこそライフスタイルの一環としてやるトレーニングだったら逆に一番自分の理想的な体になれますよね。なれますなれます、うん、はい、全然だから怖がらずにどんどん、うん、トレーニングして、うん、でプロテイン飲んでも太らないんで、うん、プロテイン飲んでトレーニングした方がいいと思います。ああ、いいですね。怖がらずにトレーニングしてください。そう、はい、この怖がらずにってのがいいですね。そう、怖がらなくていい。絶対そんな大きくなれない、うん、なりたいんだもん私は。そうですよねなりたくてもこれぐらいなんで、うん、大丈夫です、うん、そうです。なので、はい、しっかりトレーニングやり込んで、はい、うん、ダイエットと一緒、筋肉も本当に自分がつきすぎたなと思ったらちょっとね、そう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 、トレーニング頻度を調整すればいいだけ、うん、本当にそうです、うん、という感じで今日もなかなかな回になりましたけれども、はい、ショー TV の、ご覧になっている方はもちろんボディコンテスト選手がほとんどかな、まあ、そうじゃない方も見てくれてるんですけれども、うんうん、今日は男子安田選手が、来てくれましたけれども、ショー TV の
視聴者の方々に何かメッセージを最後いただければなと思っております。はい、まあ、今これご覧になっている方は皆さんトレーニングやってたり、うん、あの選手だったりすると思うんですけど、まあ、トレーニングとか競技をやってる方って自分の中で何か変わりたいとか何か目標があって多分やってる方だと思うんですね。なのでなんか一番最初にもう私がお話ししたように何か自分でやりきった何か出し切ったとか 100% の力を出し切ったとかっていう何かそういうのを得られた時に初めてその次の世界に行けると思うので、うん、今なんか伸び悩んでるとかいろいろ悩んでる人は多分いっぱいいると思うんですけど、とりあえず自分の中でやり切ったっていうレベルまでやってみるっていうことをまず最初に目標としてやってみると本当にトレーニングも競技も楽しんでできるようになると思いますので皆さんそれぞれ頑張ってください。ありがとうございます。ということで今日はもういい撮影撮り切ったって感じだね、本当にね。ありがとうございました。ありがとうございました。男子あずさ選手でした。ありがとうございました。